札幌ドームは5回まで終えて両チームともにスコアレスとなっています。ちなみに近藤さんは仮面ライダーは何号が好きですか？いや僕は、いや難しい質問で、僕はあのセサミストリートで育った世代なんですよ。なるほど申し訳ないんですけども、帰国子女ならではの、私は仮面ライダー2号が好きです。ギター弾くやつですか？ですかね。だいたい分かってるでしょ。2号が、あの、まあ、記憶がなんか2号っていうのを覚えてるんですよ。なるほどね。あのギター弾きながら出てくるの覚えてるんですかね。あの海外でも実はそれ放送してました。ということで、あとウルトラマンもですよね。ウルトラマンも大好きですよね。だからね、そういった今日はヒーローが札幌ドームにも来ているという、はい、そんな日になっています。